り輝く短絡な生活が怖いだけなのか。最悪な敗北は雨を蝕む散々な惨劇に身を染められても、僕はそもそもかなり偏った類に快楽主義者だ。紆余曲折の議論を待たずして純粋に会を得られればそれでよかった。ところがどうして僕はこんなにも苦しい思いを進んで受け入れるのか。諦めないけど叶うとか努力を満たして表現するつもりはもうどうない。ならばこれはいよいよ何だ。何をどうされているのか。自称論理的人間の悲しい現実よ。答えはまだない。Damn it!